はい、今回の動画はですね、このドア開閉式の E235 系山手線のプラレールをですね、分解してみたいと思います。なんかね、ちょっと前にね、コメントでなんか E235 系山手線のプラレール分解して戻せなくなっちゃったんで、なんかそういう動画出してくださいみたいなリクエストがあったんで、まあなんかそういう需要もあるのかなという、まあ実験も兼ねてですね、今回プラレール分解シリーズ第1弾ということでですね、まあ E235 系山手線のプラレールをね、まあ分解してみようかなと思います。まあ、こういうね、プラレール分解シリーズで人気があれば今後もなんかいろいろ分解して元に戻すみたいな動画をやっていこうかなと思います。というわけでですね、まあ早速 E235 系山手線のプラレールを分解していきたいと思います。で、分解する際はですね、まあ、自己責任でお願いいたします。怪我をしたりですね、まあ、壊れて元に戻せなくなっても責任は負いかねますのでご了承ください。それではですね、分解していきたいと思います。はい。まずですね、この裏側にあるネジ2つ、ここをね、回して外していきたいと思います。はい。こんな感じですね。分解していきます。よいしょ。はい。中ね、こんな構造になっております。はい。まずね、こんな感じになっております。こんな感じになっておりますね。はい。それではね、もっと細かく分解していきたいと思います。ドア開閉機能のところはね、こんな感じになっておりますね。はい。こんな構造になっております。ここにつまみがね、はまってるって感じですね。ここにこうはまって動く構造になっております。裏側から見るとこんな感じになっておりますね。で、続いてね、まあ、ここのネジもね、外していきたいと思います。はい、というわけですね。ドア開閉式 E235 系山手線の中間車をですね、完全に分解しました。こんな感じのね、まあ、部品で構成されているプラレールとなっております。それではですね、次は分解したプラレールをですね、元に戻していきたいと思います。はい。まずはじめにですね、ここの部品をね、はめていきたいと思います。この、バネって言ったらいいんですかね。バネの部品ですね。バネの部品はね、この向きで取り付けます。バネの部品はこの向きで取り付けます。それでネジをね、はめます。ネジはね、この短いタイプのね、ネジとなっておりますので、ネジをね、間違えないようにご注意ください。このネジをここに取り付けます。はい、というわけですね。バネパーツの取り付けが終わりました。そしたらですね、次はつまみのパーツをね、取り付けていきます。この屋根のね、つまみのパーツですね。つまみのパーツをですね、このバネの真ん中にはまるようにですね、取り付けていきます。こんな感じでね、取り付けていきます。裏側から見るとね、こんな感じとなっております。裏側から見ると、こんな感じでね、はまっております。で、続いてね、もう一つね、これと同じような部品を重ねていきます。はい、というわけでですね、まあ、黄緑色のパーツの組み立てが終わったのでですね、次はですね、この黄緑色のパーツをですね、まあ、車体に戻していきたいと思います。つまみのある方と、こちら穴がね、同じ向きになるようにはめていきます。このつまみとですね、まあ、この穴、位置合わせてはめていきます。一応ね、ドアはね、閉じておこうかなと思います。はい。そしたらですね、次はこの人の目みたいな形したパーツをね、はめていきたいと思います。このパーツですね、まあ、左右でね、足の長さが違いますので、はめる向きを間違わないようにご注意ください。で、そしたらですね、足の長い方をですね、まあ、こっちにはめて、足の短い方をこちらにはめます。はい。足が短い方がこっちで、足が長い方をこっちにはめました。で、そしたらですね、次は、このね、シールが貼ってあるパーツですね。まあ、これにですね、まあ、連結器を取り付けていきたいと思います。はい、連結器を取り付けたらですね、まあ、連結器が外れないようにですね、車体に戻していきたいと思います。はい、このパーツもですね、はめる向きありますのでですね、はめる向きを間違えないように車体に戻していきます。はい、こんな感じで車体に戻せましたね。まあ、一応ね、ドア開閉ちゃんとできるかっていうのをね、まあ、試運転したいと思います。はい。こんな感じで、ね、問題なくドア開閉できるので、ちゃんとね、元に戻せましたね。で、そしたらですね、最後は車輪をね、元に戻していきます。
で、最後にね、ネジを締めます。はい、これですね、ドア開閉式の E235 系の中間車をですね、元通りに戻しました。こうちゃんとね、ドア開閉ができますね。はい、というわけですね、以上、ドア開閉式 E235 系山手線の中間車を分解してみたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。分解する際はですね、自己責任でお願いいたします。怪我をしたりね、壊れたりしても責任を負いかねますのでご了承ください。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。本日も鉄風交通局をご利用いただきましてありがとうございました。またのご視聴お待ちしております。